ホーム改札工場のディスプレイ駅舎、出入口霞駅は、兵庫県三方郡上町霞区七海か市あざ、久保にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。松葉ガニの水揚げで知られる上町の玄関口として、冬場は観光客で賑わう。特急、浜風が全列車停車し、通常期は一往復ここで折り返す。豊岡駅の管理駅で、 緑の窓口が設置されている。かつては、終日駅員が配置され旅行センターもあったが、2003年6月1日から、夜間の駅員配置がなくなり営業時間が大幅に短縮された。駅員の配置時間は、6時半17時までである。2004年10月16日から、駅の管理が、JR 西日本直営から、グループ会社の JR 西日本福知山メンテックに、 遺憾された。夕方以降及び早朝は無人になるため、乗車券の販売、運賃生産は車掌が行い、ワンマンの場合は車内収受になる。余部橋梁が強風の場合、当駅から浜坂駅までが運休となりバス代行となる。雨量計が設置されている。短式、島式2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎は短式の一番乗り場側にあり、 島式の2.3番乗り場へは地下道で連絡している。2008年3月15日のダイヤ改正以降、鎧駅及び九谷駅の行き違い設備が使用停止となっており、鳥取方面は浜坂駅まで行き違いが可能な駅がなくなり、当駅で行き違いを行う列車が増えている。改札口と各ホームに今では数少なくなった反転フラップ式案内表示器が、 設置されていたが、2013年3月に撤去された。その後、改札口のみ液晶ディスプレイによる発射表が再設置された。以上はあくまで臨時列車の運行が設定される、冬季を除いた運用である。1番乗り場が上り本線、2番乗り場が下り本線、3番乗り場が上下副本線であるが、3線とも豊岡方面からの折り返しに対応。 浜坂方面からの折り返しは3番乗り場のみ対応。原則として1番乗り場に上り列車、2番乗り場に下り列車が発着。3番乗り場は大阪方面の特急のうち13時台に普通列車を追い越すものと16時台の当駅折り返し列車、浜坂方面の一部の普通列車が使用する。また、当駅折り返し列車のうち特急、 浜風は前日の通り3番乗り場で、普通列車は1番乗り場で折り返す。また、当駅止まりの浜風の延長運転時も通常通り3番乗り場に入線し、そこから浜坂方面に発車する。上りのみ特急、浜風に追い越される普通列車が1本だけ存在する。この場合、2008年3月14日までは、普通列車が対比線である3番線に入り、 特急が一番線を通っていたが、3月15日以降は、これが逆転している。兵庫県統計書によると、2016年度の1日平均乗車人員は388人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。夏場は、海水浴客で、冬場は、温泉客、カニを食べに来る客で賑わう観光駅である。 上町町民バスム田島周遊バス、田島ル特急、浜風の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ABCDEFGHIJKLMN、兵庫の鉄道全駅 JR、三石神戸新聞総合出版センター、2011年12月15日、140ページ。ISBN9 兆百四十三億四千三百万千二十八 山陰本線鎧。余部マ余部新橋梁掛け替えに伴う、大工バス輸送について西日本。旅客鉄道プレスリリース2010年5月28日付。浜坂、霞駅の発車票撤去乗客混乱。読売新聞。2013年11月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2013年3月17日閲覧。兵庫県統計書。 ありがとうございます。